よく見つけてきたな。トランプって大谷のことどう思ってるんや？メッツファンだっけ？黒田を正当に評価してるのってチナシーくらいやろ。他は皆過小評価してるよ。トランプはヤンカスやぞ。ハリスはジャイアンツファンなのにドジャースに乗り換えた。その結果があれや。アレックス・ロッドを叩きまくるツイートも多い。ヤンカスってことは経営側も認識しとるんか。当たり前だろ、イカワって多分永久に最低のヤンキース選手として語られる選手だし。ヤンキースの日本人投手は変人ばかりだから黒田の評価上がってそうだけどな。よっしゃ黒田が行こうや。トランプとキャッチボールしてカープの帽子プレゼント。向こうじゃ野球は高齢者のスポーツというのを実感させるツイート。この頃は自分が大統領なるとは一切想像すらしてなかったやろうな。外交は松井秀喜にやらせればいいのか。ワイラが助っ人のことあだこうだ言っているのと同じだな。こんなポストなんてしたことすら覚えてなさそう。懐かしいな黒田の晩年か。3点台で200イニング食ってくれやそやね。黒田が好きならサバシアとか好きそうだな。大統領になってからもワールドシリーズでロバーツの系統批判ついしてたんだよな。まさかドジャースとヤンキースでも無縁後に苦しむとは思わんかったよな。トランプ、黒田は日本車のような安定した投球をしている。20% の関税をかける必要がある。2回目の大統領当選後22年前のツイートが掘り返されるとは、悪いことじゃないからええけど。